高谷博明は、栃木県小山市出身の元プロ野球選手、宇藤左田、福岡ソフトバンクホークス2軍バッテリーコーチ。小山市立大谷東小学校では2年生時に1歳上の兄と共に、天ヶ谷学堂に所属して、軟式野球をはじめ、三類種だった。小山市立大谷中学校でも、軟式野球部に所属し三類を守った。 小山北桜高校へ進学すると強権を買われて保守に転校した。当主だった兄と兄弟バッテリーを組んだ。甲子園への出場はなかったが、2年春に同校最高成績となる県大会ベスト4に進出するなどチームを牽引した。高校卒後はプロ野球選手を目指して富士中工業に進んだ。1年目は原因不明の左膝痛に悩まされ、後に 腰痛も併発し、公式戦に一試合も出場しないまま2年目の12月に退社した。目標を失い、造園業を営む実家を受け継ぐことも考えたが、野球への情熱を捨てられず1年間の浪人を経て2003年に一般試験で地元の白鸚大学に合格した。白鸚大学の1年目は規定により1年間公式戦へ出場できなかったが、2年春から、 首相を務め、3年時には、全日本大学野球選手権大会に出場した。3年間で、赤港新リーグ新記録となる16本塁打、82打点を記録、ベストナインも4度受賞するなど、リーグ屈指の選手に成長した。2006年11月21日の大学生、社会人ドラフトで3巡指名を受け福岡ソフトバンクホークスへ入団した。 背番号は12となった。2000年代2007年、2軍で関西遠征中だったが、1軍で右手首を痛めた王の高次に代わり急遽昇格が決定し、4月12日に初めて1軍出場選手登録され、4月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で5回から代打でプロ初出場し、初打席は長い例の前にショートライナーに倒れた。 7回には、ホセ・フェルナンデスの2頭を指し、8回、第2打席には、死球から出塁し、長いの冒頭の間に3塁まで進塁、本田雄一の敵地打で生還して、プロ初得点も記録した。4月19日に2軍へ降格し、6月5日に1、軍へ昇格した。6月23日のセパ交流戦、対中日ドラゴンズ戦で5回に、代打で起用され、 川上健進の3球目を叩きつけ二塁への内野安打でプロ初安打を記録した。翌6月24日の同カードで8番星としてプロ初の先発出場を果たした。6回3打席目虫2.3塁の場面で、久本雄一から右越え二点的時二塁打を打ち、これがプロ初打点となった。守っては先発の和田武竹らをリードし9回に失点に抑え、 攻撃では4打席で3出塁の活躍だった。続く6月29日の対千葉ロッテマリーンズ戦でも2試合目の先発出場ながら内外を使い分けるリードで杉内都也を完封に導き柴原用のサヨナラ本塁打を呼んだ。以後5試合先発したが5試合で0勝3敗、打率136と調子を崩して控えとなり8月6日に2軍へ降格し、 そのままシーズンを終えた。保守難というチーム事情もあり制保守として期待されたが、1年目の出場は12試合にとどまり、先発出場7試合、フル出場した3試合では2勝1敗、1完封勝利だった。2軍では31試合に出場し打率、253、出塁率、352を残し、75打数ながら3、本塁打だった。 2008年、的山哲也が右膝を痛めたのをきっかけに7月5日に一軍に昇格し、7月8日から先発出場を続けて後半戦の聖保守として定着した。7月15日の埼玉西部ライオンズ戦で先発出場し、2回に石井和久から勝ち越してき時打で、本拠地福岡やフージャパンドーム初アンダ初打点を記録し、3回にも 山岸城から敵地だ。5回には山岸から、再びアンナでプロ入り初猛打賞を記録するなど、活躍し、プロ入り初のヒーローインタビューを受けた。7月16日の同カードでは5回に、和久井秀明から、プロ初本塁打となる先制ソロ本塁打を打ち、8回4点ビハインド、西一二塁の守備では打球をベンチに飛び込みながら、補給して、ピンチを救い、 延長12回同点2し12類では、小野寺力の時速1 4 9キロメートルの直球をライト前に弾き返し、プロ初となるサヨナラダで連夜のヒーローとなった。8月2日に山形県野球場で行われたフレッシュオールスターゲームに8番星として先発出場したが、守っては5回8失点、打っては3打数無安打と活躍できず、6回裏の 守備から交代となった。8月20日の対西部戦で先発出場した際に荒垣渚がプロ野球記録5冒頭を更新、日本ワーストタイの1イニング3冒頭を記録させてしまい、それが失点につながりチームは敗戦した。9月2日から先発出場した試合でチームが8連敗、9月17日の1勝を挟んで9月18日からの 先発マスクでもさらに6連敗し、チームの再開の一員となった。自身が先発マスクをこむる前のチームは、借金1だったが、正保守定着したシーズン終了時は、借金13としてしまった。前年2桁勝利した、杉内俊也、や和田武史と組んだ18試合ではチームを6勝を9敗と、負け越しさせた。保守陣では、最多となる62試合に出場し、 56試合に、先発出場、フル出場した40試合は18勝20敗2分に完封勝利だった。規定時愛数未満ながら、トールイーソシ三百344を記録したが、一方で、自己最多の215打席に立ったが打率は1割台に、終わるなど、課題も残した。2009年、初の開幕マスクを任され、オリックスバファローズ相手に、和田武史を、 完封勝利に導いた。4月は生保守として、ほぼ先発出場していたが、チームの月末の借金は3と負け越し、5月2日のパイロッテ戦で、フル出場して9イニング9失点したのを最後に、控えとなり、囲碁守備でわずか3試合と出場機会が得られず7月6日に2軍へ降格し、10月11日に再昇格したが、出場機会はなかった。 なお5月以降は4月までに2本類打11打点を、上げていた、田上秀則が5月から、正捕手に定着した。最終的に先発出場は21試合で、フル出場した13試合では5勝8敗、に完封勝利だった。クライマックスシリーズファーストステージは2試合ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。2010年代2010年、第1捕手、山崎勝美、 第二星みという併用により、同年は主に守備要員として起用された。4月21日に一軍へ昇格し、控えとして出場を続けた。8月8日に一度だけ先発マスクの機会を得たが、序盤に3点の援護をもらいながら、本塁打を打たれるなど逆転を許し、5回終了後に小倉信介とバッテリーごと交代させられた。8月22日の出場を最後に、 8月23日に2軍へ降格され、9月18日に再昇格したものの出場機会なくシーズンを終えた。クライマックスシリーズファイナルステージは全6試合中5試合にベンチ入りしたが出場機会はなかった。2011年西部から FA で移籍した細川徹が加わりさらに出場数が減少した。4月19日に昇格したが出番がなく5月5日に に軍に降格した。細川の左膝負傷により7月6日に再昇格すると7月15日のタイロッテ戦で唯一先発出場したが初回に一点援護を得た後に山田大輝が本塁打などで逆転を許し4回に代打を送られ交代させられた。細川復帰により7月28日にに軍へ降格したが8月27日に再び細川の ふくらはぎ負傷により最小を隠した。以降控え保守として10試合出場して1軍で、レギュラーシーズンを終えた。クライマックスシリーズファイナルステージ、日本シリーズでは、全試合に、ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。アジアシリーズでは11月27日の予選リーグ、第3戦、対パースヒート戦で8回に、代打から出場してそのまま守備につき。 ニイニングを無失点に抑えた。2012年、開幕から抹消されることなく一軍でシーズンを終え、自己最多の64試合に出場した。開幕から控えで起用されていたが、4月14日の対イロッテ戦で、岩崎翔と組先発出場を果たすと、初回に先制され、味方の援護より前に、さらに失点して敗戦し、6月中旬まで再び、控え起用が続いた。 制裁を書いていた細川徹が6月下旬に2軍再調整となると山崎勝美との競争に勝ち7月から正保守として先発出場が増え7月6日からは19試合連続でスタメンマスクをかぶった7月4日の対西部戦では4年ぶりに猛打賞を記録した7月15日の対ロッテ戦では大谷智久から先制の犠牲フライを打ち 大隣賢治を2安打1死休1死休の完封勝利に導いた。8月24日の対ロッテ戦では、6回の打席でそれまで無失点と高騰していた、ナルセヨシヒサから二塁打を打ち出塁し、続く、本田雄一がバントの構えからバットを引いたが、高谷はアンツーカーを超えるほど大きく飛び出しており、本来なら慌てて起類する場面で3等を選択して、 里崎智也が二塁へ送球する間に成功、その後動揺した成瀬から、ソフトバンク打線は一挙5得点した。しかし、ミスはミスと、秋山康二監督の評価は厳しかった。また、この三党が2014年シーズン終了時点で自身、唯一の投塁成功となっている。7月中旬以降は、各先発投手が敗戦を機に復帰した、細川投塁へ倶り返していき、 8月下旬には再び、聖保守を奪われた。レギュラーシーズンは、最終的に34試合に先発出場し、フル出場した12試合では6勝6敗、1完封勝利だった。先発投手では、新人の武田翔太と組7試合で4勝1敗、大隣と9試合で7勝1敗だった。一方、前年に2桁勝利した、セッツとは6試合で2勝2敗と相性が、 悪かった。代打では、チーム3位体の11打席に立ったが9打数1、アンダで打率、111、出塁率、200と期待には応えられなかった。クライマックスシリーズファーストステージは10月14日、第2戦に5回発展ビハインドの場面で代打から、守備に入り、以後4イニングを無失点に抑えたがそのまま敗戦した。 ファイナルステージでは10月17日第1戦の8回1点ビハインドから守備に入り1イニングを無失点に抑えた。10月18日第2戦では8回3点ビハインドから代打で出場して1イニングを無失点に抑えた。10月19日第3戦では8回2点ビハインドから守備に入り1イニングを無失点に抑えた。ポストシーズンの打撃は3打数無安打1死球だった。 2013年、開幕を一軍で迎えた。3月31日に、開幕3戦目の大楽天戦で、前年後愛称の武田翔太と共に、先発起用されたが、5イニングで6失点を喫して5回に、代打を出され、以後はほぼ控え起用となった。4月23日、大隣賢治の先発日にマスクをかぶったが初回に2点、先制され、 ブライアン・ラヘアの3点本塁打で逆転後に代打を出されて交代したが新勝した。打率133と不調で4月26日に再調整で2軍へ降格し5月8日に再昇格した。しかし打率105とさらに打率を下げ5月24日に再び2軍へ降格した。7月9日に1軍へ復帰も結果は出せず打率 091で7月20日に再び降格した。9月14日に一軍へ復帰し、クライマックスシリーズ進出が途絶えて消化試合となった10月5日のシーズン最終戦でフル出場し、同年最下位の日本ハム打線を9イニング無失点と抑えて、新人投手東浜京を初の完封勝利に導いた。最終的に先発出場は3試合。 フル出場は1試合で1勝0敗1、完封勝利だった。代打では9打席9打数1安打で、打率、出塁率ともに、111と2年連続、秋山監督の期待には応えられなかった。持ち味だった打撃は打率、077と不振に終わり、出場数も前年の約3分の1という結果から、日本ハムから新たに鶴岡信也を、 FA 補強されてしまった。2014年4月4日に1軍に昇格、5月5日に一旦2軍降格となり、5月17日に最昇格後はシーズン終了まで1軍に滞在した。しかし完全に控え起用となり、先発出場例さらにシーズン無安打、出塁0、打点例に終わった。クライマックスシリーズファイナルステージは10月17日。 第3戦で9回7点ビハインドから守備に入り、1イニングを三者凡退に抑えた。日本シリーズは、前後試合に、ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。2015年、開幕はインフルエンザにより出遅れたが、復帰後は故障離脱した細川、鶴岡に代わり、スタメンマスクで出場しチームの星最多そして、自己最多の93試合に出場したか、 自身7年ぶりのソロ本塁打も飛び出すなど、チームのリーグ制覇、日本一に貢献した。2016年、開幕一軍登録され、3月26日の開幕第2戦、大楽天戦で同年初出場。4月9日に、鹿児島県立かも池野球場で行われた、対オリックス戦において、プロ通算4本目となる3点本塁打を、4月19日の、 対ロッテ戦で2号ソロ本塁打を打つなど、聖保守として活躍するが、左膝の違和感を訴え、6月19日に1、軍出場選手登録から外れる。7月6日に、教師か左膝内側半月板切除手術を受け、復帰まで2ヶ月を要すると発表された。9月10日の対西部戦において1軍復帰を果たしたが、前日の怪我での離脱もあり、 今シーズンは37試合の出場にとどまった。シーズンオフの12月9日に契約公開交渉を行い、現状維持の3400万円、年俸固定の2年契約を結んだ。2017年、宮崎春季キャンプでは、若手保守抜擢のためにビーミスタートだったが、開幕一軍登録を果たす。3月31日の開幕戦。 対ロッテ戦を開幕スタメンマスクで迎える。同年は主に、和田武氏、リック・バンデン・ハーク、武田翔太、中田健一などの主力、ベテラン先発投手陣とバッテリーを組み、開幕から聖保守として活躍していたが、6月10日の瀬・パコー流戦、対阪神タイガース戦において、打者、俊介のファウルチップが右手中指に当たり、その後の検査で、 右手第三子末節骨骨折と診断され離脱を余儀なくされた。7月9日の対日本ハム戦で復帰したが、7月18日の対西部戦において3度、同月22日の対ロッテ戦で1度と、ファウルチップをマスクで受けた衝撃から脳震盪の疑いを持たれ、7月24日に前年導入された脳震盪特例措置により、出場選手登録を抹消された。 8月2日の対オリックス戦で復帰し、犠牲フライで貴重な追加点を挙げ活躍した。復帰後は再び正捕手の座を守り、2015年に並ぶ92試合に出場。9月1日の対楽天戦で、ジャフェット・アマダーが起こした乱闘騒ぎでは、ベンチから飛び出し、後ろからアマダーを羽い締めにして登板していた、東浜の身を守る、献身的な姿を見せるなど、 チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。9月16日のリーグ優勝決定戦では、8回からマスクをかぶり、岩崎賞、デニス・サファテをリードして優勝を決め涙した。ポストシーズンも、和田、バンデン・ハーク、武田の先発登板を担当。楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、第3戦から第5戦までスタメンマスクで出場し、打撃でも、 第3戦では、敵地がやんだ。第5戦では、レフト前敵地打を打ち、日本シリーズに進出した。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズ第3戦では、1回裏に2014年の、細川通る以来の日本シリーズ記録となる1イニング2度の、盗塁阻止。打っては4回表に、センター前の2点敵地打と活躍した。第6戦では、クローザー、 デニス・サファテの異例の3イニングの登板を無失点でリードし、チームの2年ぶりの日本一奪還に貢献した。2018年、宮崎春季キャンプ中に、打撃練習で右肘を痛め、2月27日に、右肘のクリーニング手術を受け離脱を余儀なくされる。当初、復帰まで3ヶ月を要すると見られていたが、4月17日の対東北楽天戦で復帰を果たす。 5月13日の武田翔太の完封勝利をアシストするなど30試合に出場していたが6月27日に一軍選手登録を抹消される7月8日に復帰したが上記の怪我の影響もあり出場試合は73試合と減少したポストシーズンでは先発マスクの海拓也の後を受けてマスクをかぶり10月30日に行われた 広島東洋カープとの日本シリーズ第3戦では日本シリーズでの自信初本塁打を記録した。シーズンオフの12月18日に契約公開交渉を行い、現状維持の3400万円で契約公開した。2019年は主に正保守となった海拓也をサポートする形でリリーフ投手と共に試合終盤に出場してゲームを締めくくる。 抑え保守としての役割を担う。また、先発出場し、8月14日の武田翔太の先発勝利や、9月4日のアリエル・ミランダの7勝目をアシストした。ポストシーズンでは、埼玉西部とのクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦において、ファールフライを追った際に、ベンチ付近の鉄製の棚に衝突し、右顎下から出血して6針縫う怪我を負うが、翌日には復帰した。 読売ジャイアンツとの日本シリーズにおいても、第2戦から第4戦まで抑え捕手としての役割を果たし、チームの日本シリーズ3連覇に貢献した。2020年代2020年も、主に正捕手の開拓也をサポートする、抑え捕手としての起用が目立った。また、打席に立つことは多くなかったが、高い得点圏打率が示すように打撃でもチームに貢献した。10月13日に、 左膝の状態を考慮されて、出場選手登録を抹消され、11月に左膝の手術を受けた。2021年は開幕一軍登録されたものの、前年手術した左膝の状態が思わしくなく、4月上旬に抹消されて、以降は2軍で再調整となる。東京オリンピックに伴う中断期間明けの8月に一軍登録されて、以降は、 開拓屋に次ぐ2番手保守として15試合に出場した。10月26日に戦力外通告を受けた。戦力外通告を受けた日には、あと1、2年は頑張りたいと思っていた矢先だったと、現役続行の意欲があるとも取れる発言をしていたが、31日、球団より正式に引退が発表された。引退後は2軍バッテリーコーチに就任した。プロ入り前は、 遠投110メートル、補給から二類送球のタイムが1.8秒という、プロのトップクラスとも遜色ない強犬や、2006年9月9日、時点では、大学のリーグ戦で法律が一度もないなど安定した補給術を評価されていた。ありがとうございます。